一気にじゃあ今の富の総量を前提としてドカッと再分配しますみたいなことを言うと多分世の中の50%を大きく超える人たちが生活水準をものすごく下げるってことになるわけじゃないですか。まあ、もし世界規模であれば本当にそうですね。うん、脱成長論者たちというのがその脱成長という提案を自分自身の人生に適用していないのではないかという疑念がある。まあ、つまり今じゃあ仮に世界全体の人類の平均的な生活というのがあったとして脱成長 路線を提案している論者たちが、そのレベルの生活水準を受け入れる準備があるかというと、どう見てもないように見えると。うん、ということで、この、そもそも論として望ましいか、実現可能か、そしてその脱成長論者たちの生活と、彼らの思想というのが整合的かっていう、なんか3段階の全てで、ね、怪しいんじゃないかっていう気がしてくるんですが。なるほどね。